月刊ひまもりくん通信。時刻は5時20分を回りました。スタジオには今月も郡山消防本部広報担当吉田武さんにお越しいただいております。吉田さん、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いいたします。さて、インスタグラムの写真展がスタートしましたね。はいはい、そうなんですよ。はい、まあ、おかげさまで郡山消防の公式インスタグラムのフォロワー数が1万4000人を超えまして、はいはい、いろんな方に動画とか写真を見ていただいてるんですけども、はい、まあ、その掲載している写真を展示するという、はい、インスタグラム写真展を先月から、はいはい、初開催ということで、まあ、これ常設で、はい、展示しているので、はい、いつまでっていうのはないんですけども、はいはい、まあ、こう様々な切り口で消防に関心を持っていただくっていうのが狙いで、うん、まあ、そこの写真の部分で興味を持っていただいて、はいはい、で消防に関心を持っていただいて、その火災予防とか、うん、予防救急につなげていけたらなと思ってまして、はい、で展示会は公式インスタグラムに掲載している写真を25点、はいはい、展示してます。うん、で、まあ、これ不定期で写真を入れ替えようかなと思ってるんですけども、はい、まあ、今その桜の写真とか、はい、あとはちょっと冬の写真とかもあるので、うん、はい、このさっきこう新緑の写真とか、うん、撮れたらちょっと入れ替えようかなと思ってるんですけども、はい、はい、でこちら一般の方も、はいはい、もちろんご来場が可能でして、うん、で平日の9時から17時15分まで、はいはい、消防本部庁舎の2階の防災展示ホールっていうところがあるんですけども、はい、そちらで展示をしてます。うん、でなかなか消防本部とか消防署に行く機会ってないかもしれないんですけど、機会がないというよりも行きにくいです。はい、行きにくい。はい、はい、すいません。一応ですね、はい、庁舎の南側に来庁舎用の入り口がございますので、はい、そちら入っていただいて、エレベーターか階段で2階に行っていただくと、うん、まあ、すぐ分かるようになってますので、はい。はい、で、まあ、今行きにくいというお話があったんですけども、はい、駐車場に限りがございますので、はい、ご来場の際はその点ご注意いただきたいと思います。はい。はい、でこれ展示25点展示してるんですけども、はい、まあ、写真のタイトルと、うん、あとはその写真の設定ですね、はい、そのどのぐらいのシャッタースピードで撮ったとか、うん、F 値がいくつとか、はい、ISO 感度がいくつとかっていうのも記載して、うん、なのでこう写真好きの方も、はい、それも合わせて見ていただいて、うん、で隣にこう QR コードも載せてるんですよ。なるほど。でそれ読み取ると、はい、インスタグラムの写真に飛ぶので、うん、まあ、インスタグラム上の写真とこう見比べていただいて、はい、でまあ、今回私も改めて思ったんですけども、やはりそのデジタル媒体で見るのと、はい、こうプリントして見るのでは全然こう印象が変わるものが結構あるんですよ。なるほど。はい、でデジタル媒体ですごくいいなと思っても、プリントするとなんかそうでもなかったりとか、はい、その逆もあったりとか、はいはい、なのですごく、はい、今回そういった点でも勉強になりまして、はいはい、なのでそういった点も今後の撮影に生かしていきたいなと思ってますので、はいはい、ぜひ多くの方にご来場いただきたいと思います。わかりました。受付とかあるんですか？はい、特にないです。はい、なのでじゃあもうフラッと入っていただいて2階に、はい、来ていただければ、はい、分かるようになってますので、はい、まあ、職員は、はい、常時おりますので、はいはい、もし分からない場合は職員の方にお声掛けいただければご案内させていただきます。はい、わかりました。はい、9時から午後5時15分まで、はい、ということで平日だけなんですけれども、はい、ぜひお声掛けになってください。はい、よろしくお願いいたします。はい、さて今月は危険物安全週間、はい、そうですね、危険物安全週間ということで、はい、6月2日から8日まで、はい、危険物安全週間っていうのが今実施されてます。で危険物っていうのはこれ消防法で定められているものなんですけども、はい、まあ、ポイントが3つあって、はい、火災になりやすいもの、火災になりやすいもの、うん、まあ、火災になる危険性が大きいもの、はいはい、で火災になった場合に延焼する危険性が大きいもの、うん、でかつ消火が難しいもの、はい、っていうのを消防法で危険物っていうふうに指定してまして、はい、で身近なものだとガソリンとか、はい、灯油とか軽油とか、あとは油性の塗料の中にも危険物が含まれたりします。あとはですね、身近なところで言うと消毒用アルコール、はい、これも濃度によっては危険物、うん、でこれ意外とと思うかもしれないんですけど、モバイルバッテリーとかに入っているリチウムイオン電池、はい、この中に入っている電解液っていう液体、うん、これも危険物なんですよ。はい、で最近このリチウムイオン電池が関連する火災も増加傾向なんで、うん、まあ、こういったところも危険物で、まあ、使い方を誤ると、まあ、火災になってしまったり、うん、怪我を負ってしまったりということで、そういったところ注意していただきたいと。でやっぱり一番、まあ、身近なところでいうと車乗る人なんか特にガソリンスタンド、うん、はい、まあ、今セルフスタンドが多いので、はい、
自分で給油するっていうケース非常に多いと思うんですけども、まあ、これ改めて、まあ、注意点を、はい、確認していただいて、はい、まず給油中は、まあ、エンジンは止める、まあ、これ必ず止めてください。はい、あとはガソリンスタンドの敷地内は禁煙、タバコを吸っちゃいけません。はい、あの火気厳禁、はいはい、でこれは通常の紙タバコだけじゃなくて電子タバコも一緒です。はい、電子タバコも含めて、はいはい、禁煙で火気厳禁なのでそれは必ず守っていただくと。はい、で給油口を開けるときに、はい、開ける前に静電気除去シート、これを必ず触ってください。はいはい、こうなんか触って何かやってその後給油口を開けるんじゃなくて、うんうん、開ける前に触ってから開けると。でこれなんでかというと、特にガソリンの場合は、はい、あの引火点といって、可燃性蒸気、ガソリンってその液体が燃えているわけではないんですね。液体から可燃性蒸気という蒸気が出ているんですよ。はいはい、この蒸気が燃えるんですよ。で引火点というのはその蒸気が出る温度を言うんですけど、はい、まあ、ガソリン以外のものだと例えば引火点、灯油だと引火点が40度ぐらい、はい、なので、まあ、暑い状況にならないと灯油から可燃性蒸気出ないんですよ。はい、一方でガソリンはマイナス40度なんですよ。極寒のところでも可燃性蒸気が出てるの、常に出てるんですよ。はい、なのでちょっとした火種があっても火災になってしまう可能性があるんですね。なのでガソリンスタンドの敷地内はもう火気厳禁なんですよ。でその火気っていうのは、はい、あの裸火、そのライターの火とか、タバコの火とかだけじゃなくて、はい、静電気によっても火災になる可能性があるんですね。なの で人の体ってかなり静電気を帯びるんですよ。ちょっと動いただけで静電気がこう帯電してしまうので、はい、まあ、それを静電気除去シートを触ることによってこう地面に流してあげる。はい、なので静電気がない状態で給油キャップを開けて給油をする、はい、これによって火災リスクを減らすっていう風になっているので、はい、必ず静電気除去シートを触ってから、はい、給油キャップを開けて給油すると、うん、はい、っていうことを徹底していただきたいと思います。はいはい、であとはこの継ぎ足しはしないということですね。こうずっと押しっぱなしにしておくと、はい、まあ、満タンになると自動的に止まりますよね。はい、でその後にこう継ぎ足しをすると、はい、こぼれてしまったり、はい、でまた事故の元になるので、うん、継ぎ足しはしないと。はい、あとはその自動車に直接給油じゃなくて、はい、あの蛍光管っていう、はい、あのものに、うん、詰め替えで購入することもできるんですけど、これルールが数年前に変わりまして、はい、お名前と使用目的を申告しなくちゃいけないんですね。はいはい、なので、従業員の方にそれを伝えて、で自分で給油はできないんですよ。それはあの係の方、はい、従業員の方に言っていただいて、はい、でセルフスタンドの場合はそれができないところもあるので、はい、そこしっかりとご確認いただいて、自分ではやらないと、はいはい、いうことを徹底していただきたいと思います。はい、わかりました。はい、あとですね、身近なところで言うと、はい、まあ、先ほど言ったその消毒用アルコール、はい、これも濃度が 60% 以上のものは危険物に該当してます。なので危険物って量をたくさんこう保管したりすると届け出とか、許可が必要になってくるんですね。はい、なので、まあ、大きな施設で、まあ、大量にこう保管している場合はちょっとこう、はい、数量を気にしていただいて、もしちょっとこうどのぐらいかどういう扱いにするかわからないという場合は最寄りの消防署にご相談いただければと思います。はい、ただその 60% 以上のものは危険物なので、はい、まあ、あの火の近くで使わないという、はいはい、でこれお酒、お酒、お酒も濃度が高いのは、はい、危険物に該当するものもあるんですよ。はいはい、でお酒とその消毒用アルコールとかの度数 その表示の仕方が若干こう違うのでですけど、まあ、大体度数が67度とか70度近いようなお酒は危険物に該当するものがあります。はい、なのでそれもまあ火の近くで、はい、まあ、あの扱ったりすると火災の危険もあるので十分にご注意いただきたい。はい、で去年、はい、他の県でバーベキュー中に消毒用アルコールを、まあ、こう使ってしまって、近くで使ってしまって、はい、まあ、衣服に引火して死亡してしまったって事例がありました。でこれから、まあ、梅雨もありますけど、まあ、夏に向けてバーベキューする機会多くなると思いますので、うん、その火の近くでバーベキューなんかの時に消毒用アルコールを使う時はそこから 離れて、うん、でこうプシューってやってこう風で流れてしまったりとか、うん、プシューってやって体にこうかかってしまったりとか、はい、っていう危険性もあるので、まあ、風向きとかにも十分にご注意いただいて、うん、はい、消毒用アルコールで、まあ、
衛生面も、はい、そういった火災の危険性も、はい、しっかりと、気をつけていただきたいと思います。はい。はい、郡山消防でも、はい、消毒用アルコールの実験、はい、火災の実験動画をやったんです。はい、で、やはり近くでシュッてやると、やっぱり引火してしまう。うん、はい。で、これ実験で、危険物にギリギリ該当しない濃度の消毒用アルコールでもやってみたんですよ。はい、ですが、やはり同じように、やはり引火するんですね。うん、はい。なので、危険物に該当しないものでも、やはり引火するっていう危険は一定程度あるので、はいはい、ご注意いただきたいと思います、はいはい、ご自宅の台所も危険ということですね、そうですね、はい、火の近くでは使わないと、はいはい、分かりました、ありがとうございます、はい、あともう一個そのリチウムイオン電池ですね、はいはい、リチウムイオン電池も非常にこうモバイルバッテリーとか、まあ、スマートフォンとか、うん、いろんなものにこう使われて、まあ、非常に便利なんですけど、はい、やはり熱と衝撃に弱い、うんうん、あとは過充電ですね、専用の充電器じゃないもので使ってて火災になった事例も実際に郡山消防管内であります、はいはい、なので専用の、はいはい、充電器を使うと、うんはい、あとは、PSE マークっていうこれ、はい、まあ、安全をこうこれ安全ですよ、うん、安全性をある程度クリアしますよっていう PSE マークっていうのがあるので、まあ、この PSE マークがついているものをご購入いただいて使っていただくと、うんはいはい、あともう一点がこれ一般ゴミとして廃棄できないですね、はいはい、なので、まあ、販売店とかそういったところに回収してもらうと、うんはい、これちょっと料金がかかるケースもあるんですけども、はい、これ一般ゴミとして誤って出してしまって、うん、ゴミ収集車が火災になるって事例が、うん、もう近年増えてるんですよ、なるほど、まあ、郡山管内でもありますし、はいまあ、県内でも全国的にもこれ非常に増えてるので、うんはいはい、リチウムイオン電池モバイルバッテリーとかこういったものは、うん一般ゴミとしては捨てないと、うんまあ、しかしその販売店にこう回収 し,、うんうん、してもらうと、はいはい、いうことを徹底していただきたいと思います、うん、燃えないゴミの日に出しちゃダメってことですね、はい、そうですね、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。さてさてということで、はい、もう数水以外の備えなども伺いたいんですけれども、はいはい、そうですね、もう6月に入って、はい、最近やっぱりこう雨増えてきましたよね、うんはい、で先ほど調べてみたらどうやら東北南部は6月中旬頃に梅雨入りする予定らしいんですよ、うんはい、なのでこれからますます雨の日が多くなってくると思うんですけど、うん、で雨ってその、まあ、梅雨前線による、まあ、長雨っていうのと、はいまあ、台風による、まあ、豪雨、うん、あとはその、まあ、ゲリラ豪雨みたいな、はいまあ、いくつかこうパターンがあると思うんですよ、うん、でその雨のパターンによってその注意しなくちゃいけないポイントって若干変わるので、はい、でハザードマップを今のうちにしっかりとご確認いただきたいんですけども、うん、そのゲリラ豪雨用のハザードマップと長雨用の ハザードマップって2つありますので、はい、それぞれ見ていただいて、はい、自分のご自宅、職場、うん、学校の周囲でどういった危険があるのかっていうのを今一度ご確認いただきたいと思います。はい、分かりました、はい、そうですよね、ゲリラ豪雨は短期間にだっと雨が降るから、はい、そうなんです。なので、はい、ゲリラ豪雨は、まあ、そのある程度天気予報で予報されていてもピンポイントで分からない部分があるので、うん、ただ一方でその台風とかっていうのは事前に分かりますので、はい、そういったところで、まあ、台風でもうこの日はもう雨が降るって分かるんであれば、うん、ちょっと予定を変えていただくとか、はい、その時間帯に移動しないとかですね、うんはい、早め早めに、はい、そういった対策をしていただきたいと思います、はいはい。でこれ先月から、福島県の防災アプリっていうのが、はいまあ、ダウンロードできるようになったんですね。福島県の方で作った防災アプリ、はい、でこれ非常に便利で、うんまあ、現在地の、ハザードマップも検索できますし、はい、あとは当然気象情報とか防災情報もそこで検索できます、はい、でこれ外出先でもその地域のそういった防災情報も見れるんですね、うんはい、あと自分でそのマイ避難シートって言って、はいまあ、そういった災害があった時にどういう行動を取るかっていうのを事前にこうシミュレーションして、うん、オリジナルのそういった計画を作ることができるんですよ、はい、これアプリ内でできるので、はい、ぜひ福島県防災アプリこれ検索いただいて、うんはいはい、ダウンロードいただいてご活用いただきたいと思います、はい、わかりました、ありがとうございます、はいはい、ということで、まあ、とにかくハザードマップを気にすることが大事、はい、そうですね、まずはそこが大事ですね、はい、でどういったリスクがあるのかっていうのをご家族で、はいまあ、話し合っていただく、うんはい、それで行動をあらかじめこう決めていただくっていうことが大事だと思います、はい、分かりました、ありがとうございます。さて残り時間が2分を切ってしまっているんですけれども、はいはい、じゃあ熱中症ですかね、はい、熱中症、はい、まあ梅雨に入って、まあ、気温は若干こう涼しくなると思うんですけど、はい、今度湿度が上がってきます、うん、はい、で気温が高くなくても湿度が高いと熱中症リスクって高まるので、はい、
汗をかいて汗が乾くときに体の熱がこう放散されて、うん、まあ、体温調節するんですけども、はい、湿度が高いとその汗が乾きにくくなって、うん、体温がうまくこう下がらない、熱がこもってしまって熱中症になってしまうっていうケースが多いです、はい、で4月5月これまで熱中症による救急搬送去年をもう上回ってたんですけど、はい、で4月5月はどちらかというと屋外でのスポーツ運動、うん、はい、もしくは農作業中、うん、屋外がほとんどだったんですよ、はい、でこれからは外は涼しいんだけど中暑い、うん、蒸し暑いっていうケースが多くなってくるので、はい、まあ、屋内でのスポーツ、あと屋内で、まあ、何かお仕事とか、うん、普通にこうリラックスしてる時もしっかりと水分補給していただく、うん、はい、あとはまあエアコンとか扇風機とかっていうのをまあこまめに、はい、使い分けて、はいはい、その湿度っていうところにも着目していただきたいと思います、うん、湿度も、ま、重要になってくるということなんですね、はいはい、で特にそのご高齢とかお子さんっていうのは自分でその体調の変化わからない部分が多いので、うん、まあ、しっかりと大人が見てあげる、はいはい、あと車の中ですね、はい、車の中も簡単に気温上がってしまうので、うん、まあ、短時間であっても小さなお子様は車に、はい、置かない、放置しないということを、はいはいはい、徹底していただきたいと思います、うん、これ大事ですよね、はいはい、ちょっとだから大丈夫だろうは絶対に危険なの で、ね、はい、やめていただきたいというふうに思います、はい、ということで吉田さん時間いっぱいになってきております、はい、インスタグラムの写真展にもぜひ足を運んでいただきたいと思いますし、はい、また素敵な写真をこれからも撮っていただいて、はい、インスタに上げていただければと思います。ということで今月も郡山消防本部広報担当吉田武さんにお越しいただきましてお話を伺いました。吉田さん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。